どうも、カエルの開拓者たちの最強と申します。今回は飼育している水生ガエルのピカピカにちょうど餌をあげるタイミングでしたので、ついでにカメラを回しております。水槽の掃除込みで餌やりをしますので、仮でキューブ水槽にピカピカを入れています。掃除前の水槽は餌やりをするように汚れてますし、掃除した後の水槽で餌をあげるとせっかく掃除をした水槽がすぐに汚れてしまいます。仮水槽に入れているため短時間で餌をあげたいので、今回はピンセットで餌をあげていきます。実はうちのピカピカはピンセットから餌をしっかり食べてくれます。めちゃくちゃ可愛いです。ちなみに今見ていただいている映像は動画です。決して静止画ではございません。普段はおとなしいですが、餌を食べる姿はかなり素早いので、お見逃しはないようご覧ください。それではピンセットの餌やりシーンをどうぞ。
カエルの捕食シーンを見ていると金魚やコオロギがとても美味しそうに見えるのは僕だけでしょうか。ということで短いですがこの辺で動画を終わりにしたいと思います。それではさようなら。